自分の手形の入った銅板レリーフを卒業記念に作る教室が26日松山市下井台町の井台小学校で行われました。6年生およそ60人が県板金工業組合の職人の手ほどきを受け、ものづくりの楽しさを体感しました。教室は組合が2014年から毎年県内の小学生を対象に実施しています。井台小学校では去年に続いての開催となり、青年部員ら9人が交流しました。児童は B5 サイズの薄い銅板に自分の手形をボールペンで写し取り、表裏両面から割り箸で銅板を押して手のひらのシワや膨らみを表現しました。硫黄成分の入ったいぶし液で銅板を黒くした後に磨いて仕上げました。フレームにはめて完成させると笑顔で出来栄えを見せ合っていました。初めてやったけど、割り箸で、型を作ったり、文字、自分の入れたい文字を入れたりするのがとても楽しかったです。